やっほー、さくらです。はい、ということで今日は起きて、まあ、準備とかあったので、まあ、15分とかだったんですけど、今日は寝起き公務員ワークショップ。あのね、ちょっと準備しながら話すんだけど、昨日ね、本当はなんか深夜のコンビニ爆食みたいなの撮ろうとしたの。なんだけど、なんか夕方ぐらいに食べたご飯が全然いけなくて、これ爆食できねえなと思って、あの朝にしたんですけど、私本日、5時起きなんですよね。4時半起きか。本日4時半起きでございますから、なぜかというと、仕事なので、現場に6時半入りなので、この動画の撮影をちょっとね、次の日に回しちゃったので、この爆食いのために1時間早く来ております。アホ、ただのアホ、チョベリグということで、買ったもの、蒙古タンメン、なんかカロリー高いからごまかしのフルーツだもん。すごくない？こんな売ってんだよ。今回全部セブンで買いました。リプトンのグリーンアップルティー、これマジうまい。ずっと気になってたこのピノの新作、めっちゃうまいらしい。これショートケーキ味、大好き。タコブツ、今日私が長寿大とセブンイレブンさんと朝日飲料さんで共同開発したこちらのドリンク、シアオレが今セブンにやってるので、ちょっとこれも買ってみました。みんなぜひ飲んでくださいね。マジ美味しいの、マジでうまいから、ぜひ買ってみて。眠すぎで、意外とギリギリの時間なので、ずっと撮ってるとこは撮れないんですけど、食べてきます。朝からこんな食べるのやば、ただのやばいやつや。今日さ、一日お仕事なんだけどさ、こんなん食べて口臭いと思われないかな。早起き3回しよう。あー眠、最近は毎日朝が早くて寝れてなくて、ちょっとしんどいですね。最近 IP チャンネル、なんかね、昨日なんか寝れなくて、昨日も夜も仕事だったんだけど、寝れなくて、昨日じゃないの、一昨日か、夜まで仕事だったんだけど、次の日も早いのに寝れなかったの。なぜか寝れなかったから、冷蔵庫の掃除をしてたの。賞味期限切れのものとかを捨てたり、いろいろ整理してたの。そしたら、バーンみたいな音したのね、隣に。おう、みたいな。何？と思って。足になんか負担かかってんな、みたいな。なんか重みかかってんなと思って見たら、たこ焼きの粉がバホーンめっちゃって、変な開け方しちゃう癖があるの、なんでも、ね、だからたこ焼きのその変な開け方してたやつが落ちて、ちょっと食べます。いただきます。本当に最悪だったの昨日は。うまそう。うん、うまっ、マジでうまい、最高。セブンに行ったら絶対買う。でも私、ヒカキンさんがプロデュースしてもヒカキンを食べてみたいんですけど、相変わらず人気で売ってなかったな、タコブツの子は。なんかさ、この前初めてなんかゲリライベント、サプライズイベントみたいなのをしたんですよ。シアオレのイベントなんですけど、なんか告知なしでイベントみたいな、それが109の前でイベントだったんですよ。の時に、でも私は、その辺雨だったの、あいにく雨だったし、絶対来ないだろうな、みたいな、誰も。まあなんか告知なしのね、イベントが初めてだったから、それ楽しみにしてたんだけど、やっぱファンの子が来るかも不安だったらすごい。うん、でも結構来てくれて、嬉しかった。なんかその中に、女の子ももちろん来てくれたんだけど、一人だけ男の子いて、ファンで。で、本当に声を震えながら、なんか、ちょっとお話しできたんだけど、なんか、これですみたいな。で、有名になりますみたいな。俺有名になるので、俺が有名になったら、その時はご飯に誘うので、ぜひ OK してくださいみたいな感じで、なんか本当に目をまっすぐ見て、手とかもすごい震えながら言ってくれて、初めて自分のガチ恋の人にちゃんと会ったから、ガチ恋って思って、プレピーって思って、ちょっと嬉しかった。タコブツってマジでうまいよな。ちょっとメイクしながら食べよう。うん、チョベリグ、みんな
カップラーメンの中でどれが一番好き？私さ、カップラーメンはさ、もうさ、決まったやつしか食べないからさ、全然挑戦しない派なの。スタバとかでも同じ商品しか頼まないし、マジでみんなのおすすめ教えて、カップラーメン。なんかスタバとかもさ、いろんなの飲んでみたいけどさ、やっぱいざとなるとさ、いつも同じやつ頼んだよ。ほんとさ、これ食べてみたわ、マジで。超楽しみにしてたの。嬉しい。マジで美味しいらしいよ、これ。ほんまか？そんなんちゃうか？ほんとにピノって天才。まあ私ピノの中で一番好きなのはアーモンド。アーモンドだけ入ってるやつ大好き。あれをちょっともうちょっとたくさん置いてください。かわいい、めっちゃかわいいよ。いただきます。ショートケーキ味ってさ、聞いたことないよね。うますぎなんだけど。えぐ。でもタコブチとの相性悪っ。悪っ。それだけは。うまっ。なんだこれ。うまい。うまい。まだ眠いぞ。動画回してても眠いの、やばい。眠そうくすぎ。でも明後日やっと現場のお仕事はないのね。家でやることあるけど、現場の仕事ないからやっと寝れる。絶対4時まで寝てやる、夕方の。でもね、なんかさ、オフの日とかさ、何もない日とかさ、もうできるだけ寝るじゃん。できるだけ寝るけどさ、あの夕方とかに起きて気持ちいいよ、気持ちいいけど、めっちゃ罪悪感ない。もうマジで、一日無駄にしたわ、みたいな罪悪感があるからさ、しますけど、今後もたくさん。夕方まで寝たりしますけど、罪悪感ない、みんな。私の友達も結構みんなそれ言うんだけど。やっぱさ、髪染めたいんだよね。え、うまっ。こっち何回食べてもうまって感じるわ、これ。さ、やっぱさ、夏だからさ、髪染めたいんだけどさ、何色がいいと思う？今さ、なんかちょっと赤っぽい色とか流行ってんじゃん。マジしてみた。皆さん、ちなみに味変したいときはこれによ。あのお酢を入れるとマジでうまいから、やってみて。なんか辛いのにお酢って合うの、マジで。辛いのにお酢加えてみると最高にうまいので食べてみて。眠すぎ、わろた。エグすぎ。なんか最近ね、だからね、仕事とかも詰まってるから、マジで友達に会えてな。友達不足。でもね、今月めちゃくちゃ楽しかったのが、まだ大阪は終わってないんだけど、東京、福岡、大阪でチェキツアーをしてて、ガチ楽しい。福岡行くたび好きになるわ。福岡の卵うますぎ。もつ鍋食べて感動した。福岡とかのご飯屋さん行くと、店員さんとかが声をかけてくださって、なんか、東京以外にも知ってる人いる。嬉しい。ってなる。あの、マジでなんかの、世界中、世界ツアーしたい。まじ、いろんなとこ行きたいって思った。うちさ、いつかさ、全部の、日本中全部でイベントしてみたいの。もう全員に会う。私のファンの人たち。各地方にいる。まじ、いつかいろんなとこでするから待っててね。あの、私、今から、ちょっとメイクとかしないといけないので、ちょっとこれ食べながら、準備するので、ここら辺で動画切りたいと思います。結論、今回の結論、何も結論出てないぞって思ってる方いると思いますが、結論あります。この動画のコンビニ飯は最強。マジコンビニ飯しか勝たんということで、コンビニ飯は最強です。特に私はご飯だったらセブンが好きなので、皆さんもぜひセブンに行った際にはマジ絶対これ買って、これ絶対買ってね、これガチうまいから、ぜひ買ってください。ということで、仕事頑張ってきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。おやすみ。あ、飲む。よし、メイクします。